レース時のスリルを一般道で体験できるように作られたフォードインディゴは、インディーカーやフォーミュラカーのデザインをもとに、フォードの最新技術とエアロダイナミクスを使った非常にパワフルで小回りの利くツーシーターのロードスターである。イギリスのレイナードレーシング社の協力を得て、構想から実現まで約6ヶ月で完成したインディゴは、アグレッシブかつスポーティーに仕上がった。ミラー付きのファイバーオプティックヘッドライトは夜間運転での視界が改善され、シザースタイルのドアはドライバーの邪魔にならないように上下に開閉される。黒の革張りのコクピットの座り心地は快適。さらに F1 からヒントを得たハンドル上のギアシフトボタン、4点式シートベルト、F1 スタイルのメーターが取り付けられている。エンジンは後部にマウントされ、特別に設計された V12 エンジンで、なんとわずか1000回転で最大トルクの 75% を発生する。華麗でアグレッシブなフォードインディゴは芸術品である。ライト兄弟の初飛行の年、1903年にデトロイトのワゴン工場でフォードモーター社は設立された。その年に初の量産車2気筒のモデル A を850ドルという価格で発表した。そして現在、世界中で2億5000万台という生産数を誇り、年間売上は多くの先進国の GNP を上回るほどの額である。今日当たり前になった自動車の機能のほとんどはフォード社が開発したものだ。一体化した V8 エンジン、油圧ショックアブソーバー、安全なフロントガラス、バンパー、ワイパー、ヘッドライト、セルフスターターなどが挙げられる。しかし、フォード社の本当の実績とは、大成功を収めた GT40 などのレースカーや、クラシックとなった1955年製サンダーバードコンバーチブル、センセーショナルなムスタングシリーズなどの自動車愛好家のイマジネーションを捉えた車作りである。またフォード社が開発したエンジンは170以上ものグランプリレースでドライバーを優勝へと導いた。このような輝かしい歴史がフォード社の卓越した優秀性を証明している。